皆さんこんにちは。こんにちは。今日は13日から15日までの連休の皆さんこんにちは。こんにちは。今日は13日から15日までの連休の入荷の初日になりますので、そちらの入荷の商品をご紹介したいと思います。今日の入荷は、バーバリーの洋服とバーバリーのアクセサリーをいくつか入荷いたしますので、そちらのご紹介をしたいと思います。まず洋服からご紹介いたします。私が着ている洋服からご紹介するんですけれども、トップスがバーバリーのトップスになります。サイズは M サイズで結構ぴったり、袖口も袖の長さもちょっと短めでちょっとぴったりぐらいのサイズ感で、ワンピースはサイズが40のサイズで、後ろにチャックでここまで開けていただける感じになっております。形はタイトではないんですけど、そこまでフレアというわけでもなくて、後ろはプリーツとかは何も入ってないんですけど、前がこれちょっと2つプリーツが入っているっていう感じになります。その他は柄とかは特になくて、そうロゴも入ってないので、トップス柄のものを着ていただいたりしても結構何でも合わせやすいと思います。で、私167センチぐらいで、丈感がこれぐらいの、膝隠れるぐらいの丈感になるんで、もう少し低身長の方はもう少し長めの丈感になります。膝より下ぐらいですかね、それぐらいの丈感になると思います。なので、サンダルでも今流行りのショートブーツと合わせていただいても、これはちょっと私物なんですけど、こういうショートブーツと合わせていただいても今っぽく着ていただけると思います。で、私の着てるトップスは半袖なんですけど、もうノースリーブの入荷もございまして、こちらの黒のノースリーブが、私が今着てる半袖のノースリーブバージョンになってて、ロゴとかは何もなく、縁がバーバリーチェックで縁取られているノースリーブタイプと、こちらは全部バーバリーチェックで、ギャザーとかも特には何も入ってないシンプルなバーバリーチェックのノースリーブになりますので、デニムと合わせたりスカートと合わせていただいても結構これから活躍できるアイテムになっております。で、サイズは2番なのでだいたい M サイズになります。なので今私が着ているトップスと同じぐらいのサイズ感になるので、そこまでゆったり感はなく、ぴったり余裕があるわけじゃなく、フィットする感じにはなると思います、はい。で、次があゆみちゃんが着てる上下をご紹介します。まずトップスはバーバリー、上下バーバリーで、どっちもバーバリーチェックなんですけど、上は、M サイズで、私の身長156でこんなサイズ感です。後ろがちょっと長めで、前が短い丈感になってて、ここにポケットのところにロゴがあるのと、あとはちょっとパンツに比べたらちょっとパキッとしたお色味のバーバリーチェックになってます。同じチェックなんですけど、少しちょっとバーバリーは一点一点色味が変わってるので、セットアップで着ていただいてもいいですし、別々で着ていただいても可愛い商品になります。私の身長ぐらいの方だったらそのトップスと着ても可愛いんですけど、羽織でキャミソールとか中に着ても可愛いと思います。
でパンツもバーバリーチェックで、これはサイズが36で、私でウエストはローライズなんですけどぴったりで、ちょっと裾は長いので今はこのビビアンのパンプスと合わせて履いてます。これも商品なのでこれと合わせてコーディネートしていただいても可愛いと思います。結構腰履きでローライズになるので裾感がすごい長いんですけど、今みたいにヒールで履いてもらったらとか、ブーツとか秋ブーツとかで合わせていただいても可愛いかなと思います。で、あと洋服は2点ご用意ございまして、ボトムスからご紹介すると、このデニムスカートも今日入荷予定で、このデニムスカートがラップスカートになってて、ボタンで留めるタイプになってます。こういう風な感じで一回ちょっとパンツの上から履いてみますね。感じでラップスカートになってて、まあ、全然1枚でも履いていただけますし、下にフレアパンツとかちょっとダボっとしたデニムとか履いていただいても可愛いと思います。で、中がこういうバーバリーチェックになってるので、ちょっとここからチェックが見えても可愛いですし、表は結構シンプルなんで、ここの縁だけがバーバリーチェックで、他はもうデニム生地でフレアかな、ちょっと前にプリーツがあるぐらいになってて、後ろは本当にシンプルです。42なので L サイズぐらい、ちょっと大きめのサイズ感になります。まあ、ダボっと着ていただいても可愛い商品なので、まあ、1枚でちょっと腰履きで履いてもらってもいいですし、でパンツと合わせてもらっても可愛いかなと思います。コメントありがとうございます。バーバリーのタンクトップ、そうですね、バーバリーのタンクトップ、先ほど紹介したものと今私が着てるトップスと、あともう1点今からご紹介するんですけど、履いたままで、こちらのバーバリーチェックもまた今までとは少し色味が異なる商品になるんですけど、こちらはサイズ感は42になりますので、こちらは M サイズ、じゃ L サイズになります。ちょっと丈が短くて身幅が広い感じです。で、わりかしゆったり着ていただけると思います。トップスはこのシャツと T シャツとノースリーブと私が着ているトップスが本日入荷になります。あとワンピースと、パンツスカートになります。で、洋服はこれで以上で、次はバーバリーのアクセサリーをご紹介したいと思います。バーバリーのアクセサリーはネックレスとブレスレット
が入荷予定なんですけれども、今私がつけているネックレスがシルバーのバーバリーのネックレスで、ストーンとバーバリーチェックが入ってる、ちょっと3連に3つにこうやってチャームが分かれてるので、まあ、動くたびにちょっと揺れて可愛いので、こちらも結構普段から人気の商品になってて、欠品してたのを入荷しておりますので、こちらもぜひ店頭で試していただけたらなと思います。で、あとシルバーのネックレスがお二つご用意あって、こちらのバーバリーチェックのシルバーのネックレスも入荷になります。こちらはちょっとドロップ型で、真ん中にバーバリーチェックがあって、こちらはちょっとハートで、ここがチェックで、こちらがラインストーン、シルバーのストーンです。このチェックもさりげないチェックで、洋服と違ってチェックがネイビーブラックっぽい感じのお色味なので、結構何の洋服でも合わせていただけると思います。で、お次がゴールドのネックレス3点ご紹介します。まず2点ご紹介するのが、こちらの B ロゴ、 B のバーバリーの B のロゴが入ったネックレスになります。こちらはちょっと船型で、ここがストーンになってて、こっちは三角形で、結構シンプルなゴールドネックレスですね。 B ロゴのネックレスも結構人気なので、こちら2点入荷しております。あとネックレスは最後になるんですけど、こちらのペンダントっぽいホースの、マークとバーバリーの文字が周りに書いているネックレスが、こちらは結構チェーンも細めでシンプルなんですけど、つけてみるとこんな感じです。結構シンプルなんで、まあ、重ね付けしてもらってもいいですし、これ1点でもゴールドなんで結構存在感もあると思います。で、次はブレスレットを3点入荷しておりますので、ブレスレットもご紹介したいと思います。まず1つ目がこのシルバーとゴールドのミックスになっているブレスレットで、バーバリーはあんまりチェーンタイプのブレスレットが入ってなくて、今回で初めて入荷するので、そう、今ブレスレットはバングルだけしか置いてなくて、こういうチェーンタイプのブレスレットは今回が初めて入荷になりますので、これも結構これから夏の時期半袖とか多いんで、1個つけてもらったら存在感があって可愛いかなと思います。これは調節はできない、そうですね、調節ができないタイプなので、まあ、ちょっとこのトップが前に来るような形になりますので、ちょっと大きめでつけてもらっても全然可愛いかなとは思うんですけど、調整が効かないので、まあ、サイズがちょっと大きくても重ね付けしてもらったらいいかなと思います。2つ目はこのつけてるブレスレットで、さっきの最後に紹介したネックレスと同じホースのペンダント型になってて、これは割とどこでもつけれるので、お好きなところで調節がね可能ですね、はい、こっちがネックレスで、こっちが今あゆみちゃんがつけてもらってるペンダントのブレスレットになります。チェーンが割と存在感あるのですごい可愛いです、うん、ネックレスとまた違った、一緒につけてもらっても可愛いですし、調節効くので
全然どなたでもつけていただけますね。で最後にブレスレットもう1点ご紹介いたします。これはシルバーの、これもホースのタイプで、うん、ちょっとデザインはシンプルなんですけど、これは普通にブレスレットとしてもお使いいただけて、これもどこでもお付けすることできるので調節可能なタイプで、これはバッグチャームとしてもお使いいただけて、こういう風な感じでブレスレット兼バッグチャームとしてもお使いいただけるので、アクセサリーでもキーホルダーとしてもお使いいただけます。なので好きな方で使っていただけると嬉しいです。でアクセサリーのご紹介は以上になります。連休の初日の入荷はこれで以上になります。明日明後日はちょっとライブはできないんですけれども、投稿とストーリーは前日の夕方頃に投稿とストーリーさせていただきますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。また洋服も随時中追加することもございますので、またそれはインスタグラムでをご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。